こんにちは。今回は競技モデルをレビューしていきます。僕はパワフル系代表として皆さんにインプレッションをお伝えいたします。僕はどんな方に会うかと全体的な感想をしていきたいと思います。今回のラケットはダンロップ CX200 ツアーです。どうでしたか？結構最初難しく感じて、でただこうですか、ね、ストロークする分には結構まあ自分なんですか、ね、ハード系な固めのラケットがすごい好きなので、まあ、そういう意味ではすごい、ね、ちょっと使ってくると慣れてくるっていうイメージあります。最初ちょっとこう違和感があったっていうか、はい、僕は先あえてこうちょっと先端寄りで打った時の打球感がすごく良くて、でやっぱり先端で打つことによってラケットのしなりも活かせるし遠心力も活かせるっていう意味ですごいスピードのあるパワフルなボールが飛んでくれましたね。はい、俺は結構最初から使い勝手が良くて、はい、まあそのなんですかね、俺に関しては先っていうよりはフレームで見たらいいか中心で打ってもしっかり飛んでくれるんで、そういう意味では使いやすかったですね、ボレーとかって。スライスも僕はすごく良かったです。やっぱスライスも若干センター寄りで、センター寄りで打った時にやっぱりしっかり伸びのあるスライスが飛んでくれたので、はい、スライスもやっぱりすごく伸びて良かったですね。結構攻撃的なボールを打つラケットではあると思います。はい、であとやっぱ結構フラット系のボールがやっぱりしっかりスピードを持ってくれるので、結構フラット寄りのでしっかり打ってコントロールしていきたい人にはやっぱおすすめのラケットでした。全体的にその CX200 ツアー向いてるプレイヤーってどういう人だと思いますか？向いてるプレイヤー、どっちかっていうとディフェンス好みの人でも結構使いやすいかもしれないですね。先端確かにいいんですけど、カウンター系もなんか打てる感じがあったので、ちょっとこうチャンスボールだったりっていう時に、まあ、攻めに転じられるっていう意味では、いきなりガツガツ攻めるっていうプレイヤーの方よりもちょっと守りの中でカウンター1球とか何球かつなぐっていう方の方が使い勝手がいいのかなっていうのを感じました。僕はちょっとあのフラット系で、あとはスライスもちょっと対応していきたいプレイヤーにはやっぱフィーリングもいいですし、あのおすすめです。どちらにせよある程度ちょっとレベルは高めっていうところですね。そうですね、少しやっぱり上級者向きのラケットになると思います。ありがとうございました。はい、以上 CX200 ツアーのインプレッションでした。来週はプリンスツアー95をお届けします。見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またねー。